にして18万円の実験動物ですから。生きてるんでしょ、命があるんでしょ、あんたたちにも。世界とはこんなにも眩しいものだったのですね。いや、そうじゃない、私が殺したんだ。落とされたこの世界は終わりのない階段。一人でやるつもり、私は誰だと思ってるの。人殺しみてえに言うなよ。希望のない階段、俺が相手してんのはボタン一つで作れる模造品だぜ。お姉様からいただいた初めてのプレゼントですから。とてはいつしか遠く引き離されたまま、人と映画とくだらない実験に使う奴らが名前。ビリビリじゃなくて美坂美琴。いつもいつも。
またな、ミサカ。